朝起きると腰痛い、足痺れる、老けたと感じる、むくみやすい。これ一つでもあれと思ったら要注意です。ほんまこれ放置すると将来内臓が弱って血液もドロドロになる可能性があるから、一緒に解決しましょう。どすこい。セルフケア教室の生徒の皆さん、戦わない格闘家整体師のノブです。戦わんのかいと思ってる皆さん、実は相撲をやって太ったまま内臓もボロボロで引退しました。そこで今回はノブ先生の考える寝たままリンパ流し内臓ケアで腰痛、座骨神経痛まで解消し、体全体の悩みまで解消するセルフケア教室の授業になります。ノブ先生も座骨神経痛で歩けんようになったことあるから、ほんま皆さんの気持ちは痛いほどわかります。ほんま一緒に解決しましょう。これ簡単にできるから。ここでこのコミュニティの皆さんにお伝えせなあかんことがあります。今回一つでも当てはまった人にやってほしくない行為がほんまある。このようにリンパの詰まってるところや痛い痺れるとこをこのようにもみもみもみほぐしたりです。これほんま飽きません。狙ってる筋肉がちゃいます。ここで今回一つでも当てはまった人の原因と解消方法は、まあ聞くのめんどくさいと思うけど、聞くと自分や大切な人の健康貯金の財産になるから、ほんま数分だけ聞いて。体にはズボラでサボってる筋肉があって、通称ズボラ筋と呼んでるんやけど、そのズボラ筋を専門的な方法で狙って働かせてないから、リンパの詰まりや腰痛、座骨神経痛になります。そしてリンパは主に2つの役割があって、1つ目は体の中に入ったウイルスや異物を各節々のリンパ節で除去する免疫の機能の役割、もう1つは老廃物を回収運搬していく排泄機能の役割の、この2つがあります。今回は腰痛、座骨神経痛と内臓ケアに重要な腹部リンパ、鼠径リンパを流していきます。ほんでそこが流れていないと内臓に流れる血液の循環も悪くなり、血液がろ過されず、血液がドロドロになって代謝も下がり、痩せにくく老化も加速する可能性があります。その貴重なズボラ菌がちゃんと動いて働いてないのが本間の原因になります。ではどうすんねんって思いますよね。なので格闘家整体師ノブ流の解消する流れとしては、今回の専門的なズボラ筋のセルフケアは3つ。でもこの体操のエクササイズは寝たまま誰でも簡単にできるから安心してほしい。ではそのズボラ筋、1つ目、肋骨、背骨、骨盤までつながり支える腹横筋という筋肉。ズボラ筋。2つ目は骨盤、股関節、太ももまでつながり支える内転筋という筋肉です。そして最後のズボラ筋、3つ目は背骨、骨盤、股関節、太ももの内側までつながり支える腸腰筋という筋肉です。ここを専門的に狙って動かし働かせます。結果ズボラから脱却させて、ちゃんと動いて働くから、見ての通り肋骨、背骨、骨盤、股関節の位置を矯正し正常化して安定するので、腰痛も解消し座骨神経の圧迫も回避できます。そしてその症状が解消すると、深部のインナーマッスルも活性化し、股関節の周りの筋肉も緩むので、結果代謝も上がり、脂肪が燃焼し痩せれて、お腹のどこにある腹部リンパや股関節の前にある鼠径リンパや、そこの近くを通る血流も良くなり、内臓でろ過できる血液の流れも良くなり、血液もサラサラになっていきます。おまけにリンパが流れると老廃物も流れるから、若々しい体も手に入ります。ほんまズボラ筋をほっといたらえらいこっちゃなんです。それでは脳書きはここら辺で、早速実践していきましょう。めちゃめちゃ簡単です。まず最初に寝たまま腰の柔軟のチェックをします。そうすると終わった後にもう一回やっていただくと、柔軟が増えていると、ちゃんとセルフケアもできているっていうことがわかりますので、そして内臓をしっかりケアしてリンパも流していきましょう。おまけに腰痛、座骨神経痛も取っちゃいましょう。まず最初に膝がどこまで倒れていくのかっていうのを確認します。次にこのような形でお腹を抱えてもらって、どこまで太ももが胸に近づくかっていうのも確認します。
そして最後にこのように足の裏をつけてもらい、こういう形で腰がどこまで浮くのかっていうのを確認します。これで検査も終わったので実践していきましょう。まずこのように横向きに寝ます。腹横筋からです。このように携帯を置いたりテレビ見ながらでもやってください。まず股関節、膝をこのような形で曲げます。そして次にこのような形で腕枕をします。このように肩が上がらない人は全然下ろしてもらって頭を浮かすだけでも構いません。そのままの状態で手のひらをこのように上に向けます。ほんで腕をこのような形で膝の方向にぐーっと下げるように持っていきます。そうするとこの脇腹のところに力が入りますので、そのままの状態で10秒間、10秒かける3回やっていきます。ぐーっと1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、もう一回いきます。ぐーっと1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。この時に少し胸を張るっていうのがポイントになります。ではラストいきましょう。ぐーっと1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。では同じように反対もやっていきます。まずこのような形で腕枕します。腕枕ができない人はこのままの状態で頭を少し浮かすだけで構いません。次にこのように手のひらを上に向けて胸を張ります。そのままの状態で手を膝の方向にぐーっと伸ばしていきます。そうするとこの脇腹のところに力が入りますので、そのままの状態で10秒間、10秒かける3回です。では行きましょう。ぐーっと肩下げていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。もう一回いきます。ぐーっと頑張って、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。ラストいきましょう。ぐーっと1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。結構これだけでもきつくないですか？そしてこれくびれもできます。では次に内転筋をやっていきます。まず上の足をこのような形で置きます。そして下の足を伸ばします。このままの状態で下の足をこのような形で浮かします。この時に少し胸を張るといいです。そうするとこの内もものところに力が入ってきますので、そのままの状態で10秒間、10秒かける3回です。ではいきますよ。グッと上げます。軽くでいいです。上げれる範囲で構いません。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。この時に結構腰に力入るっていう方は腕枕をやめてこういう形で寝転んだままで構いません。ではこのままでいきます。グッと1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。ラストいきましょう。グッと1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。でも10秒かける3回辛い時は全然回数少なくてもいいです。無理だけはしないで頑張っていきましょう。では反対も同じようにやっていきます。まず足をこのように置きます。そのまま胸を張って足をまっすぐ伸ばします。そのままの状態をキープしてぐっと下の足を持ち上げます。そうすると内もものところに力が入りますので、そのままの状態で10秒間、10秒かける3回です。ではいきます。ぐっと1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。もう一回いきます。グッと1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。ラストいきましょう。グッと1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。さらにきつくなってきましたよね。これをすると太ももの外側も結構細くなってきます。では最後に腸腰筋をやっていきます。まず最初に股関節を開きます。そして足の裏をこのように合わします。次にこのままの状態をキープしたまま足の指をこのように天井の方に向けます。そのままの状態でかかとを上げないで、そのままこのように上下に擦ります。そうするとお腹の前、股関節の前のあたりに力が入ってきますので、これを30回やっていきます。ではいきますよ。1、はい、2、3、4、5、6、7、8、9、10、頑張って、1、2、3、4、5、
5、6、7、8、9、10です。あともう10回、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。皆さん最後まで素晴らしい、よく頑張りました、さすがです。でもこれ細切れにやっていくとちょっとよくわかんないですよね。なのでいい順番とルーティン方法がありますので、それを皆さんで一緒にもう一回やっていきましょう。今度は回数少なくてやっていきましょう。まず最初に腹横筋です。このような形で股関節と膝を曲げて、このように手枕をします。手枕できない人は下ろしてもらって頭だけを浮かします。その後の状態で手のひらをこのような上に向けます。そして胸を張って肩をぐーっと膝の方に下ろしていきます。そうすると脇腹のところですね。このまま10秒間です。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。ここで反対側の内転筋をこのままやってしまうと、いちいち入れ替えなくていいので楽なので、このまま内転筋をやっていきます。反対側ですよ。なのでこの姿勢のままこのような形で足をこうして足を伸ばします。下の足ですね。そして胸を張っていただいて下の足をぐーっと持ち上げます。そうすると内もものところに力が入りますので、10秒間です。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。これで内転筋できました。そしてこのまま寝返りを打って反対方向に向きます。皆さんは寝返りするだけでいいですよ。見にくいから僕このような形で撮ってるだけです。では反対の腹横筋です。まず股関節膝曲げます。手のひら上に向けて胸を張ります。そのまま膝の方向に肩をぐーっと下ろしていきます。そうすると脇腹のところに力が入りますので、そのままの状態で10秒間です。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。そして反対の足の内転筋です。下の足を伸ばしてこのような形で上の足を持ってきます。そして下の足はしっかり伸ばします。そして軽く胸を張っていただいて、このままの状態をキープしたまま足をこのように持ち上げます。そうすると内もものところに力が入りますので、10秒間です。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。そして最後に上向きに向きます。で腸腰筋です。まず股関節を開いて足の裏を合わします。そして足の指をこのように上げていただいて、かかとが浮かないように地面をするようにこう動かしていきます。これを10回やっていきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。なので10秒かける3回、大変な人はこのような形で10秒もしくは10回ずつでぐる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 2回ぐらい回っていただくと一番いいです。そして最後にこのエクササイズ後に合わせておすすめな股関節をふにゃふにゃにする方法もご紹介しますので、最後まで注目して見てちょうだい。では終わったのでもう一度チェックをしてみましょう。まずこのように倒します。多分さっきよりかなり倒れてると思います。次に太ももがどこまでお腹に近づくのかっていうのも確認します。結構近づいてきます。最後に足の裏をつけて、どこまでおへそが上にぐーっと上がるのかっていうのを確認します。そうするとだいぶ上がってくると思います。そうすると腰の動きとかもめちゃめちゃ良くなってるっていうことになりますので、ちゃんとセルフケアできていますので完璧です。これ寝たままできるし、正確にはたったこれだけ、めちゃめちゃ簡単ですよね。この毎日たった3つの行動力、これがセルフ健康貯金への秘訣ですからね。ほんま貯めてほしい。ほんまここまで見てくれてありがとうございます。そしてここまで注目して見てくれた生徒みんなの高評価、チャンネル登録、そしてコメントが私の最大の原動力になりますので、応援よろしくお願いいたします。ここでお話ししていた最後に今回のエクササイズをすると、柔軟性も上がり関節の動きも安定するので、後におすすめな股関節をさらにふにゃふにゃにするセルフケアを一緒にやってお別れしましょう。なので先ほどのセルフケアの続きでやると一番楽です。まず最初に下の足をこのような形で伸ばします。次に上の足をこのような形に持ってきます。このままの状態でこういう形で体を起こしていきます。そうすると下の足の股関節の横のあたりが伸びてきます。
そしてここの脇腹のところも伸びていきます。もう少しいけそうな人はこういう形でぐーっと少し伸ばしてくるといいです。これをすると股関節をロックしていた筋肉が緩み、股関節も開きやすくなるので、合わせてやってみてちょうだい。それではまた次回お会いしましょう。これ両方やってね。